はいどうも、カデアンでございます。今回はですね、こちら、バトルスターディーズ13巻、新刊でございます。まあこちらの新刊レビューという形でですね、バトルスターディーズ13巻の内容について、僕が読んだ感想みたいなことについてね、紹介したいと思います。なんでね、紹介するかというか、新刊レビューするかと言いますと、まあ2月に買ってきた漫画ランキングの新刊部門、まあその中の新刊の中で、まあ一応ね、評価の5項目の段階で合計点数一番高かったのが、まあバトルスタディーズの13巻だったということなので、まあ義務みたいなことにもなるかもしれないですけど、まあでもね、一番に挙げてもおかしくなかったような内容やったなっていうふうに僕自身も思ったんで、その中でね、まあ1位になったという得点という形で、今回はね、このバトルスタディーズ13巻、どうなのかというのをね、僕自身もね、紹介したいと思います。前巻からの、まあ、続きと言いますと、まあ、もう、寸前ってところでしたね。3年生の最後の夏の大会。まあもうこれ見ればもうね、まあ甲子園のかかった戦い、もういくらね、下馬評が高かろうとも、負けてしまえばそこで終わりというのは、まあどの野球漫画、高校野球の漫画、まあこう実際の高校野球もそうですけども、まあそういった部分の緊張感っていうのは、ここからね、結構伝わってきた部分もありましたね。その中にもちろん主人公の加納もベンチ入りしたりとか、まあね、同期のヒノキも入ったりとか、まあそこからね、どういう風に、じゃあ、大会を乗り越え、もしかしたら、優勝するのかっていうところがね、まあ最初の方は面白かったところであったんですけども、なんとね、嘘だろっていうところで、意外な幕切れというか、なんでこんな風になってしまったのかというのが、まあ、ざっくり言うと、3年生最後というふうにね、今回でも3年生の、もう DL での、野球生活が終焉を迎えてしまったということなんですよね。やっぱこれはね、もうただただ衝撃というか、まあ普通にね、試合で負けるんやったらもう何も言うことないというか、もう納得してしまう、もうね、真剣勝負の場で負けてしまったのはしゃあないと思うところもあるけど、いやこんな形で幕切れしてしまうとはっていうのがね、まあ僕も当時モーニング読んでた時もそうですけども、いやこの13巻で読んでてもね、もう本当にね、歯に着せないというか、こんなん誰も納得できないっていうような形で、もう本当にね、こういう風な形でもうね、ありえない形でね、終わってしまったところなんですよね。この3年生ですら、この最後の夏の大会にかける思いっていうのが、やっぱりもう、それでもちょっと緊張するんやなっていうのが、意外っていうところも僕もあって、やっぱ今までは本当にね、どこにもつける隙がないというか、もう今の段階でもめちゃくちゃ強いんじゃないか、最強やろっていうのが、ずっと見せられてきた分、ここまでアップアップになっちゃったりとか、やっぱ余裕っていうのが薄れてくるかなっていうのが、やっぱ質量以上に力入ってしまうとか、そういった部分は結構目に見えて、逆にね、そういった部分の3年生の姿も見れるのは、ある意味新鮮なんかなっていうのもね、そこも面白かったと思いますし、もう完璧やと思ってた人でも、やっぱり付け入る隙ってあるんかなっていうのもちょっと考えさせられたところもあったんで、なんか今までの中ではちょっと想像しがたいところもあったけども、いや、もっとね、シュールにって思ってたところもあったんやけど、でもそこはやっぱりね、リアルな画面だと思いますし、こういう風にね、一つのことに、まあ、ひたすら向き合っていくと、ちょっとね、あまり周りが見えなくなってしまったりとか、ちょっと余裕もなくなってくるんやなっていうのも、ちょっと面白かった部分だと思いましたね。こういった幕切れになったんで、3年生も本当にね、この漫画を支えてたっていうか、それは間違いなかったと思うし、やっぱ3年生ありきの、この DL 学園っていうのが、やっぱそのね、秩序とかルールとか、もうこのね、ほんとめちゃくちゃ厳しい環境やなっていうのは、やっぱ3年生いるからこそやったっていうのは間違いなかったと思いますよね。それが、だから3年生延期になったし、しかもこんな負け切れやしっていうところで、じゃあ、果たしてね、どうやって再出発を迎えるのかっていうのがね、またそこもめちゃくちゃ気になるところだと思うんですよね。今まで、もうこの先に隠れて3年生延期になったら、じゃあね、この漫画どうなるのかっていうのも、やっぱね、そういう部分でも、本当に面白くなくなるんじゃないかなって言っても、やっぱおかしくないと思うし、2年生とか、まあ今の主人公、加納とかの1年生が、この時代というかね、この学校というか、このチームをどうやって背負っていくのかっていうのも、やっぱそこもね、ここも結構面白くなってきたなっていうところもあったんですよね。逆にね、やっぱほんと3年生ありきって言っても過言ではなかったぐらいの半端ない影響力を誇ってた、
やっぱキャプテンとか、まあ、古谷さんとか、花川さんとかそういった部分のキャラクター、本当に魅力的なあるキャラクター多かった、そういった部分でも、どうなるのかな、この人らが演くなったら、この作品どうなるやろっていうのも結構ね、それに負けず劣らずのインパクトを誇ってたっていうのが新展開にもつながってたなというふうに思いましたね。まあ、だから次からで言うとね、新生 DL 野球部、まあこれが一番気になるところだと思いますし、どういう風に変わっていくのか、もうその中心には間違いなく主人公の加納翔太郎がいるなっていうのも、めちゃくちゃ分かりやすくなってるんで、そういった運でも、やっぱりね、主人公が目立つのは当たり前やけども、こういう風に目立つのかという驚きもあったんで、そういった部分でも全然ね、3年生が引退してもまだまだ、人気は劣ることはないのか、いやそういった部分でも山場ではあるとは思いますけどもね、今後これ以上の面白さを提供するんじゃないのかっていうぐらいの片鱗を見せられたところもあったんで、そういった部分でもやっぱりちょっとね、やっぱ13巻本当に一番残念なのは3年生がこんなことで巻き切れになったっていうのがね、ちょっとねこういった部分ちょっともどかしい部分もありますが、この漫画のね、ここまで人気の一部やった、いや一部どころか、全部支えたんじゃないかなっていうのも、そんだけ過言じゃないと思いますし、そういった部分でもやっぱね、そんだけ3年生がもう延期になったっていうのも残念ですが、やっぱね次からも、どうなるのか、新生 DL 野球部も、まだまだ序章に過ぎないですが、今月も14巻発売されるそうなので、そういった部分でもね、そっちにもめちゃくちゃ期待したいかなというふうに思っております。そういうということなので、今回はですね、まあ一応2月に買ってきた漫画ランキング新刊部門で1位だったということもありまして、こちらのバトルスタディーズの13巻についてね、僕も話させていただきました。一応ね、こうどんなことが起こったのかざっくりではあるけども、ちょっとね細かいところまで言うと面白くなくなるのでね、この13巻のことについてもね、そちらはねぜひとも皆さんにも、読んでいただきたいというふうにもありますし、このキャラクターがどんだけ影響力を誇ったのかなっていうのも、やっぱ僕も13巻としてそういうふうに思ってた部分、やっぱこの最新巻がね、ちょっとめちゃくちゃ思う部分も今まで以上にあったかな、いやインパクトだけで言ったらやっぱこの13巻が一番やったかなっていうのもね、思い返してみるとそういう風に考えさせられましたね。14巻にもねめちゃくちゃ期待したい部分もありますが、まあ他の作品とかもですね、まあ新刊は多分ね、こういった部分のくくりでもうこの1ヶ月で一番面白かった新刊のみって形でねレビューになりますが、他の作品でもねやっぱ全然ね僕も喋りたい作品も多いし、そういった部分でもどの作品来ても、面白いところ探して、いやまあもちろんね、その内容もそうですが、そういった部分にかけて、ここら辺やっぱすごかったなっていうのを、まあ今回同様にですね、今後もそういった形でお送りしていこうかなというふうに思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。